どういうふうに計画したんですか。まず島選びとか、その島に着いたらどういう行動をするか、もうあの島のことは事前に、まあ、本とかでちょっとだけ調べて、であとはもう行って出会いを出会うままに撮ってるだけですよね。トカラ列島っていう悪石島っていう島はあの中平拓磨さんが昔、行っていろいろこう撮ってた島 で、はい、でそういうのを僕調べて行ってて、あのここから始めようって思ったんですよね。それについてもう少しあの結構興味深い話なんだけど、東松照明さんが太陽の鉛筆っていう写真集を出して、でそれは沖縄からフィリピンに至るその連続性っていうかつながりを撮ったものだったんですよ。でも中平さんは、まあ、多分ですけどそれにちょっと反発をして、そのつながりだけじゃなくてその日本と沖縄っていうのには断絶があるんだと。でその断絶はどこから始まるのかっていうと、このトカラ列島っていう沖縄のちょっと上の島から断絶があるんじゃないか、そのつながりだけじゃなくて亀裂が断絶があるっていうことを中平さんは言っていて、それを取るためにトカラ列島に行ったんですよね。でそのことを聞いて僕もやっぱりじゃあそこの島にも行ってそういうのを見てこようと思って、あのトカラ列島の島から始めたんですよ。これはこれ船、船ここから、金門島っていう島なんですよ。あ、これですね、はいはい、中国のすごく少し手前のちっちゃい島、中国と台湾戦争しててね。これぐらい、これぐらいのちっちゃな島ですか。小さい島。すごい。人口は？いやどんぐらいだろう。すごい少なくて、でも海岸線にこうやって杭が立ってて、戦車とかがこう入ってこれないよね。あ、激戦地なんです。なるほど。じゃあ戦略的に結構重要な土地だった。そうそうそう。写真撮ってて怒られたりして。今でも、今でも警察っていうかなんか変なのがいっぱいいて、撮ってる、なんで撮ってるんだって言って、ちょっと、で、あの、もともなんか昔子供頃とかあの、はい、儀式とかなんか参加したことありますか。いやいや、僕東京で生まれたんで、むしろそんなもう儀式とかが全然ないような場所だったんで、逆に興味があるのかなっていうのはあるんですけど、なんか田舎で生まれて儀式がとかがそういうのが近くにあったらもう興味なくなってたかもしれないし、そういうのが全然なかったからこそなんかそういうのに憧れていってたのかもしれないです、もう本当に都会の真ん中でね、僕育ったんで、全然こういうとこじゃないんですよ。あのモノクロの写真とかそのは撮ったことありますか。モノクロも学生の時とかは撮ってたんですけど、でもやっぱり それこそ森山さんとかのもう時代にモノクロの写真は撮り尽くされちゃってて、まあ、いろんな方法も全部彼らは試してるので、僕が今さらモノクロをやってどうこうできるわけじゃないなと思って、で彼らがやってないのがカラーだ、まあ、彼カラーもやってるけど、でも僕が唯一森山さんたちの時代の人に勝てるんだったらカラーでやっぱりちゃんとやっていくことかなと思ってカラーで撮ってるんですけど、まあ、もちろんその世界は色があるわけだし、それをわざわざ白黒で撮る理由が俺にはないっていう。あの、まあ、昔はほらフィルムがモノクロの方が手に入りやすかったり、暗室作業とかでいろいろなことがモノクロでできたけど、別に僕が今モノクロを選ぶ理由がないっていうか、わざわざ、もうやっぱカラーでと思います。なんかこう中心から端っこを見るんじゃなくて、端っこからこう中心を見返すっていうか、なんか僕たちの視点って例えば東京にいつも行って、東京からなんかこう辺境の場所とか田舎とか、あの端っこをこう見るんだけど、なんかそういう視点だと見えないこともあるんじゃないかなと思って、端っこから見つめ返してみる、そういうのをやりたかったんですよ。自分の
名前とか自分のアイデンティティを主張するっていうより、うん、はい、なんかもっとなんかドキュメントらしいドキュメントを撮ろうとしていたんです、うん、っていう考え方が特に中平さんでは見れるんです、はい、そうですね。いや、まあ、僕もそのなんかこう自分の表現とか自分の写真がどうのってことじゃなくて、まあ、そこにある世界、目の前にある世界をこう受け止めるようにして撮りたいと思ってるんで、だからなんかこう意識的に切り取るとかそういったことはあんまり考えてないですよ。自分から意識的に切り取るっていうよりはこう飛び込んできた世界をカメラでこうキャッチするっていうか、そういう風に撮ってるので、まあ、匿名性がどうのっていうことはちゃんと考えたことはないけれど、でも石川直樹のこれが表現なんだとか、これが石川直樹 の, その作品なんだっていうようなこう感覚で撮ってるっていうよりは、目の前に出会った世界をこうカメラで受け止めるようにシャッシャッシャッってこうカメラをこうグローブにするみたいに撮ってるような僕は感覚があるから、中平さんとか森山さんの写真にはすごく惹かれるし好きなんですよ。